この e ラーニングでは ms によるタンパク質の構造解析についてご紹介します。最初に構造生物学における質量分析系の活用についてお話しします。そして、質量分析系を用いたタンパク質構造解析の手法の中から2つネイティブ ms とクロスリンキング ms についてご紹介します。 皆様もご存知のとおり2017年のノーベル化学賞の受賞テーマはクライオ電子顕微鏡の開発でしたクライオ電子顕微鏡はサンプル水溶液を極低温に置き周囲の水を急速凍結させた上で電子顕微鏡を測定する手法ですこの手法は従来の X 線結晶構造解析で 必要である結晶化が不必要であったり核磁気共鳴 NMR では難しかった巨大分子の分析が可能であったりと従来の手法をカバーするデータが得られ今後構造生物学がますます発展していくことが期待されています次世代の構造生物学のワークフローを考えたときに X 線結晶構造解析 NMR そしてクライオ電子顕微鏡に加え質量分析は構造解析に有用な情報を与える手法として挙げられます質量分析を用いることでタンパク質のアミノ酸配列や就職器及び就職部位を決定できます他にも水素重水素交換質量分析法 HDXMS は タンパク質の主にアミド水素の重水素交換度を観測してタンパク質の相互作用や構造変化を解明するのに利用されますこの e ラーニングでご紹介するネイティブ MS やクロスリンキング MS も構造解析に有用な情報を与える手法です。近年では X 線結晶構造解析、NMR や クライオ電子顕微鏡のデータの保管情報を質量分析系を用いて取得している論文も増えてきていますこのようにそれぞれの手法で異なる側面から構造情報が得られるため相方的に技術を活用し得られた情報を統合して包括的なモデルを作成していくことが望まれていますまず ネイティブ MS についてご紹介します水溶液中ではタンパク質はネイティブ構造をとっていますこのときその極性期は水分子間の水素結合やイオン結合により安定化しており方向続速さも水分子間のファンデルワールス相互作用によって安定化していますすなわちネイティブ構造のタンパク質は 立体構造をとりエネルギー的に安定な状態と言えます一方、変性タンパク質は何かしらのエネルギーにより立体構造が壊され溶媒への露出面積が増加している状態です変性タンパク質はネイティブ構造より不安定ですが露出面積の増加に伴う水和の増加により安定化しています タンパク質を変性させず、ネイティブ構造を保ったままイオン化させて観測するのがネイティブ MS という手法です。ネイティブ MS では、分解物などを質量で分離検出できるため、タンパク質の生成度や品質を確認できます。また、相互作用を壊さずにイオン化することにより、観測された質量から、 複合体組成、多量体構造、ストイキオメトリー、低分子化合物の相互作用因子を確認できます。下のマススペクトルは、ピルビン酸キナーゼのネイティブ MS の結果を示しており、モノマーとテトラマーが検出されていることがわかります。一般にネイティブ MS では、巨大分子をイオン化して検出する必要があり、 それに伴って検出される質量電化比が大きくなるので専用の設定がなされた質量分析系が用いられます。それではミオグロビンを例にネイティブタンパク質と変成タンパク質の分析例を紹介します。ミオグロビンはヘムタンパク質です。何らかのエネルギーを与えて変成させることで立体構造が壊れヘムを放出します。 編成させる因子には、pH、塩濃度、編成剤、熱、圧力などがあります。ではまず、0.1%擬酸溶液中のミオグロビンを質量分析系で観測した結果を示します。ミオグロビンは、酸性条件にさらされることで、編成してアンフォルティングした状態になります。このサンプルを、 エレクトロスプレーイオン化法 ESI によりイオン化させ質量分析計で観測します上のマススペクトルが観測結果ですが複数のマススペクトルが観測されていることがわかりますこれは ESI によりプロトンが付加して電荷を持つのですが付加するプロトンの数が異なったイオンが観測されているためです 質量分析系で観測されるのは質量を電荷で割った質量電荷比であるため付加したプロトンが多いと質量電荷比の分母である電荷が多くなり結果として質量電荷比は小さくなります。青色の数字は価数を示しており質量電荷比が小さいほど青の価数が大きいことが分かります。下は イオン化させた後に、質量分析系内で不活性ガスと衝突させて得られたマススペクトルです。衝突により、孵化したプロトンが脱離するため、ガスが収束していることがわかります。次に、PH7 の溶液中のミオグロビンを質量分析系で観測した結果です。上のマススペクトルはミオグロビンのネイティブ MS で、 下は、質量分析系内でで不活性ガスススと衝突させて得られたマススペクトルです。下のマススペクトルはミオグロビンがガスと衝突することで変成しヘムを放出しているのでミオグロビンのみの質量が算出されます。一方上のスペクトルではネイティブ構造を保っているためミオグロビンからヘムの615ダルトン分の マスシシフトししたシグナルが検出されれていますこれまますすこでの測定結果を比較します1段目は変成させたミオグロビンを測定しミオグロビンの質量が観測されました2段目は1段目のイオンをガスと衝突させたマススペクトルであり1段目と同様のスペクトルが観測されました3段目は 中性溶媒中のネイティブ構造のミオグロビンを測定しヘムとの相互作用を保ったままイオン化されヘムプラスミオグロビンの質量が観測されました4段目は3段目のイオンをガスと衝突させたマススペクトルでありガスとの衝突により変性してヘムを放出したミオグロビンのみの質量が観測されました このように、溶液中の状態のままイオン化・観測するネイティブ MS により、相互作用因子の有無、さらに相互作用因子が存在する場合には、その質量を明らかにすることができます。ミオグロビンは、低分子とタンパク質の複合体の分析例でしたが、巨大なタンパク質複合体のネイティブ MS も報告されています。 スライド上部のマススペクトルはバクテリオファージのカプシドタンパク質の分析例です。マススペクトルを解釈すると210キロダルトンの5両体カプシドと253キロダルトンの6両体カプシドが含まれていることが分かります。真ん中のマススペクトルは酵母の 20S プロテアソームの分析例です。 730キロダルトンのプロテアソームが検出されており質量の近しいバリアントが不均質に存在しているためマススペクトルがブロードなピークとして検出されております下のマススペクトルはグロー EL の分析例です801キロダルトンのホモ14両体が検出されています このように、巨大タンパク質複合体のタンパク質組成もネイティブ MS により観測できます。2018年に発表されたネイティブ質量分析用に最適化された当社のサーモサイエンティフィック旧エグザクティブ UHMR はメガダルトンレベルの巨大タンパク質複合体を検出しました。このスライドには タンパク質と核酸のの複合体であるリボソーム粒子の分析例を示しています左には約2メガダルトンの 70S リボソームが検出されており右にはマグネシウムを除去することで乖離した大サブユニットの 50S リボソームと小サブユニットの 30S リボソームの検出に成功しています。 そのかにも、もゲノム RNA と膜タンパク質からなるウイルス粒子も検出が報告されております。左は約9メガダルトンのフロックハウスウイルスを右は約3メガダルトンと約4メガダルトンの B 型肝炎ウイルス混合物の検出例を示しておりますここまでがメガダルトンレベルの巨大複合体の分析例です ネイティブ MS はインタクトなメガダルトンアセンブリを分析し質量のわずかな差異を分離することにより重要なリガンド収縮相互作用を解析することも可能です次にクロスリンキング MS のワークフローについてお話ししますクロスリンクを用いたタンパク質の構造や相互作用の解析は これまでに多くなされてきましたクロスリンキング質量分析はタンパク質・タンパク質相互作用の研究における強力なツールとして台頭してきていますタンパク質サンプルを質量分析用の科学的クロスリンカーで加強して得られたクロスリンクされたタンパク質をトリプシン消化します 得られたペプチド混合液をショットガンプロテオミクスと同様に液体クロマトグラフィー LC で分離し質量分析 MS により同定しますクロスリンキング質量分析の原理を説明いたしますクロスリンクはクロスリンカーを使用して共有結合によって2つ以上の分子を科学的に連結させるプロセスです クロスリンカーは左下に示す通りリンカーの両末端に反応器を持っておりリンカーの長さの範囲に存在する標的反応器が存在するとそれらと結合して佳境します右にクロスリンキング質量分析のフローを示しますまずタンパク質サンプルをクロスリンカーで処理します次に クロスリンクされたタンパク質を酵素消化し、ペプチド断片とします。生じたペプチド断片には、ショットガンプロテオミクスと同様に、LC ・ MS ・ MS 分析を行い、クロスリンクされたペプチドを同定することで、相互作用を分析します。クロスリンキング質量分析において、MS 切断型クロスリンカーが非常に有用です。 左に MS 非切断型クロスリンカーの分析例を示します2つのペプチドペプチド A とペプチド B が加強されたクロスリンクペプチドを同定するために MSMS MS スペクトルを取得した場合ペプチド A とペプチド B のフラグメントが混在した MSMS MS スペクトルが得られます。ペプチドを定するにあたり データベースに N 個のペプチドが登録されているとすると2種のペプチドの組み合わせつまり N×N N で N の2乗個のペプチドの組み合わせを対象に検索する必要があります。その結果対象が膨大となり検索に時間がかかってしまいます。一方 MS 切断型クロスリンカーの分析例を右に示します。 MS 切断型クロスリンカーは特定部位が MS で優先的に切断され紫の X で示すペプチド A とペプチド B の質量を算出できるマススペクトルが得られますそのためデータベースの検索対象となるペプチドを大幅に絞ることができるので検索時間を短縮できますでは 当社の MS 切断型クロスリンカーについてご紹介します。リンカーの長さが異なるジスクシンイミジルスルフォキシド DSSO と、ジスクシンイミジルジブチリックウレア DSBU があります。DSSO はスルフィニル基の両端が切断されやすく、DSBU はウレア基の炭素・窒素結合が切断されやすいです。 左下に示した DSSO でクロスリンクされたペプチドを例に得られるスペクトルについてご説明します。スルフィニル機の左で戒列が起こるとペプチド A にクロスリンカーの短い断片が結合したイオン AS とペプチド B にクロスリンカーの長い断片が結合したイオン BL が生じます。また スルフィニル基の右で回列が起こると、ペプチド A にクロスリンカーの長い断片が結合したイオン AL と、ペプチド B にクロスリンカーの短い断片が結合したイオン BS が生じます。AS と AL および BS と BL は特定の質量差を示すことから見つけやすく、 観測 m o p e g からそれぞれのペプチドの質量を算出することができますそして、ペプチド結合で解列して生じたプロダクトイオンの情報を利用してペプチド配列を決定します MS 切断型のクロスリンクペプチドを同定するにあたり複数のフラグメンテーション法を用いると非常に効率的です MS2CID では MS 切断型クロスリンカーが優先的に開列しますその結果真ん中の上に示すクロスリンクされた2つのペプチドの質量を決定しやすいマススペクトルが得られます一方でペプチド配列を決定するために必要なプロダクトイオンの情報が少ないため同定が困難ですそこで 右のスペクトルに示すように MS2CID で生じたクロスリンク由来のペプチドを単理し HCD で配列して MS3 スペクトルを取得すると2種類のペプチドのフラグメント情報をそれぞれ得ることができ個別に配列同定できるため信頼性高くペプチド同定が可能です。 しかしながらこの場合余分にスペクトルを取得することで時間がかかりまたフラグメンテーションごとにイオンをロスするので感度が低くなってしまう傾向にあります他のデータ取得法として真ん中の下に示すように MS2CID を取得したのと同じイオンに対して MS2ETHCD を取得することも可能です ETHCD でクロスリンクペプチドを解列すると、ペプチド結合とクロスリンカーがともに解列します。結果として、クロスリンクされた2つのペプチドが混在しますが、配列同定に必要なイオンが高強度で検出します。MS2CID で決定した各ペプチドの質量情報を利用して、効率よくデータベース検索できます。 右のグラフは、単一の乖離法と複数の乖離法を組み合わせた時のクロスリンクペプチド同定数を示していますが、複数の乖離法を組み合わせたときが最も同定数が多く、角度と効率が高まっていることがわかります。クロスリンクペプチドの分析データに対応した解析ソフトウェアも開発されています。 当社のプロテオミクス解析用ソフトウェアであるプロテオームディスカバラーにオプションでクロスリンクペプチド検索エンジンである XLinkX を追加することで解析が可能です MS 切断型および非切断型の双方のクロスリンカーの分析に対応しておりクロスリンクペプチドを同定するだけではなくクロスリンクは分子内であるのか 分子間であるのか、あるいはモノアダクトであるのかをアサインします。また、解析結果をエクスポートしてその他ソフトウェアを用いてクロスリンクを図示することも可能です。プロテオームディスカバラーと XlinkX の解析画面を示します。同定されたクロスリンクペプチドの詳細を確認でき。 同定根拠が MSMS MS スペクトルに解釈付きで示されていますソフトウェアは複数のフラグメンテーション法のデータ解析に対応していますここでは CID でペプチド A、B の質量が決定され ETD でそれらのペプチド配列が同定されていますここに ククロロスリンキンキグ MS ワークフローフをを用いた解析例を示します大腸菌のタンパク質抽出液をクロスリンカーで処理して酵素消化後強陽イオン交換で二重分割したサンプルからペプチド同定を行ったところ1158のユニークなクロスリンクペプチドが同定されました。 リボソームやシャペロンといった含有量の多いタンパク質由来のクロスリンクペプチドが大部分ですがこのようなプロテオームワイドのクロスリンクペプチド導体も可能となってきていますここでまとめです MS は構造生物学における高分解の構造解析を補完する技術です ここでご紹介したネイティブ MS は、生成度が不十分なサンプルであっても解析可能であり、サンプルの状態を迅速にモニターできるのが特徴です。生成度、生成タンパク質の品質、複合体組成、タンパク質組成の均一性、ストイキオメトリー、低分子化合物との相互作用などを明らかにすることに利用できます。一方、 クロスリンキング MS は技術はこれまでにありましたが新しく質量分析を用いてワークフロー化された解析です相互作用因子の情報をショットガンプロテオミクスと同様の分析手法で得ることができますタンパク質相互作用解析タンパク質構造タンパク質複合体のダイナミクスの情報を得ることができます